はい、今日の放送はいかがだったでしょうか。鎌倉さんからバブルについていろいろお話を伺いましたが、非常に興味深かったと思いますね。まあ、バブルというのは必ず起きていくものですので、それに向けて我々はどう対処していくかということも勉強になったと思いますので、